皆さんこんにちは。サントリーサンバーズに入団する高橋庵です。今日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。また配信などでご覧の皆様もご視聴いただきありがとうございます。私高橋庵は2024-2025のシーズンから日本でプレーすること、サントリーサンバーズでプレーさせていただくことを選びました。2021年の12月から3シーズンにわたりイタリアセリエ A でプレーをしてきました。3シーズンにわたり、パリオリンピックに向けて3年間イタリアで成長するとともに、新たな経験という、多くの経験をしたいという思いでイタリアにわたりこのパリオリンピックに3年かけて、セリエ A に挑戦してきました。そして直近ではプレーオフで決勝まで進出するという新しい経験も得られ、3年間ですごく成長できたことを実感します。今回日本のサントリーサンバーズでプレーすることを選んだのは、新たな環境に身を置きバレーボール選手としてさらに進化するための挑戦です。イタリアで3年間プレーしたことによりイタリアリーグでの高さや強さを肌で感じることができ、イタリアでは高橋藍というバレーボールとしてプレイヤーが一定の評価を獲得し、それが自信へとつながりました。イタリアで引き続きレベルの高い中でプレーすることも自身の成長にはつながると思うのですが、新たな環境、違う国のバレーに挑戦することでさらに成長の幅が広がるのではないかと考えました。ポーランド、トルコリーグも検討していましたが、もう一つ SV リーグが選択肢となりました。 SV リーグを選んだ理由としては、新リーグに移行することで世界的にも今最も注目されていることや、現日本代表が体現しているように日本のバレーボールは緻密で世界に通用するバレーボールです。そこに外国人枠が増えることにより世界トップ選手が日本に来ることをニュースで目にしていたので、日本の緻密なバレーボールに世界トップ選手のパワーが加わることでさらに自身が成長できる環境だと感じました。サントリーサンバーズを選んだ理由は、まず僕が所属チームを選択する上で世界一を目指しているクラブであることが一番重要でした。サントリーサンバーズでは昨年日本チームとしては初めてメダルを獲得した世界の強豪であり世界一を目指せるチームです。そのチームの一員として戦えるのは今からすごく楽しみです。もう一つ、日本のファンの方の前でたくさん試合ができる機会があるということです。今まで日本のファンの方の前であまり多く試合をする機会がなかったので、ぜひ会場に足を運んでいただけると嬉しいです。僕は子供が大好きなので子供たちにもぜひたくさん会場に来てほしいです。最後に、サントリーの皆さんが口々にし受け継がれているやってみなはれという言葉があります。やってみなはれの精神でサントリーサンバーズでいろいろなことにチャレンジし、バレーボールの素晴らしさと夢のあるスポーツにするために挑戦していきます。来週からネーションズリーグ、そして2ヶ月後にはオリンピックがやってきます。代表でもメダル頂点を目指し頑張りたいと思います。やってみなはれ精神でクラブでも代表でも世界一を目指します。本日はお忙しい中お時間、皆様の貴重なお時間をいただきありがとうございました。大阪での思い出はありますかということで、高橋選手もともと京都ご出身でいらっしゃいますけど、大阪での思い出というのは何かありますでしょうか。サンバーズの本拠地でありますけども。そうですね、もちろん地元が京都なので、はい、大阪にはよく家族で遊びに行くことも多かったですし、新喜劇ナンバーグランド花月に、はい、行ったりとかで、そうですね、大阪よく新喜劇見に行ったり、そこで霜降り明星のせいやさんに出会ったりとか、はい、そうですね、大阪よく遊びに行ってたのですごく思い出のある街ですね、お笑いを見に行くのも好きなんですか。そうですね、もう家族が好きなのですごくテレビでも吉本新喜劇を見てましたし、その新喜劇を見るために大阪に行ったりしてましたね。じゃあ家族の中では結構こう笑いが絶えないっていうのが日常の風景ですか。そうですね、よく会話もしますし常に笑いがあるのかなと思いますね。はい、高橋選手がサンバーズで新プロジェクトをプロデュースするとしたら、どんな企画で何がしたいですかっていう質問が来てるんですけども、先ほどちょっと話があったように、SV リーグこれからね、世界ナンバーワンのリーグを目指そうとしてますけど、何かアイデアありますでしょうか。
そうですね、せっかく日本でプレーができるというところで、自分自身もすごく子どもたちってところがすごく好きなので、親子で見に来ていただけるというか、大人の方も子どもの方もこう楽しんでもらえるというところで、親子でこう見に来てもらえるというすごい企画で、会場が満席になればすごく嬉しいんじゃないかなというのはすごく思いますね。親子観戦ツアーですね。そうですね、親子でぜひ見に来てもらえればなと思いますね。ありました。そうですね、自分自身も3シーズンイタリアに立ってセリエ A をこう挑戦してきてこう経験してきた中で、オファーいただいた時も、その時の気持ちとしてはまだこうイタリアでプレーするのかなというか、イタリアで挑戦をし続けようかなっていうすごい思いがあったんですけど、オファーをいただいた時に、オリンピック後という、いい期間というところもあって、やっぱりこう日本の皆さんの前でプレーをすることであったり、一つまた新しい環境を変えたいなっていう思いと、自分自身が、やっぱりバレーボール夢のあるスポーツにしていきたい、子どもたちがやりたいって思えるようなバレーボールにしていきたいという思いもあったので、やっぱり少し環境を変える必要があるのかなっていうところを、すごくイタリアでやるのか日本でプレーするのかと迷いましたけど、率直にその時はすぐに日本でプレーしようっていう考えではなかったですね。非常に難しい質問ありがとうございます。物ですか。車は買えると思います。それは分かると思います。車は買えます、はいはい、何かもう少し大きいものを。お家も買えると思います。東京では難しいかもしれませんけれども、お家が2つ東京ではちょっと土地の問題もありますので、ちょっと私も分かりませんけれども、お家2つ、本当に他のプロスポーツに引けを取らないというか、そういったオファーを出したつもりでいます。もちろんこうイタリアセリアでやるのか日本でプレーするのかってこう迷った時にですね、自分自身も家族に相談したりであったり、兄のルイから、サントリーのこう環境であったり、いろいろこう話を聞いている中で、やっぱり結局は自分自身が、その環境で何を目指して、やっぱり努力していくかってところで自分自身の成長ってところが関わってくるってところは、イタリアセリアでこう経験している中でもすごく感じた部分であったので、やっぱり今去年世界クラブ選手権でサントリーさんが3位になったり、やっぱりこう世界でも戦えるクラブってところをこう証明していた中で、自分自身がやはりその中でも新たにこう経験をできるんじゃないかというか、3年こうイタリアで経験した中で、もちろん十分とは言えないんですけど、でもやはりこう一つまた新しい環境でチャレンジしていきたいなっていう思いがすごく強くあったので、先ほども言ったように、やっぱり夢のあるスポーツにしていきたいっていう思いで、それをこう実現していける、今オファーの話もありましたけど、その実現していけるために、一人またこう SV リーグに変わるってところで、一人のこう選手としてまたそこもこう自分自身の夢ってところにつなげていけるのかなって思ったのがこのサントリーさんだったので、やっぱり自分自身のこう夢に近づいていくためにも、サントリーさんでこうプレーすることが重要かなっていうので、最終こう決め手としてなりましたね。なんか印象的な言葉ってあったんですか、その栗原 GM からのオファー。そうですね、本当に栗原さんからは2年3年にわたりですよね、毎年こうオファーをいただいてはいたので、こうイタリアでも栗原さんとお会いしたりとか、そこでもこうすごくお話をいただいて、もちろん栗原さんこう目力でというか、力強い言葉をいただいて、やっぱりこう一緒にこう日本一世界一を目指して頑張りたいっていうところを言っていただいたので、その言葉に対して、率直に非常に嬉しかったですし、自分自身もその言葉というか、そのサントリーさんなら自分自身もこうそれを目指して頑張れると思ったので、そうですね、そのような言葉でこうしっかりと自分自身もこう最終のこう決め手となりましたね。そうですね、単年契約に関しましては、自分自身もこう1年1年でやはりこうしっかりとこう挑戦してというか、1年をこうしっかりフォーカスしてやっていきたいという思いがあって、イタリアの間も単年契約でもちろんやってましたし、やっぱりそのシーズンですごくやっぱり自分自身もこう成長する
いろんな経験ができるところをすごく感じた中で、やっぱりそのシーズンの中でさらにまた選択肢が増えたりとか、やっぱ単年で人は成長するところを自分自身は実感したので、だからこそいろんなこう挑戦をしたいっていう思いと一緒にこう単年契約でさせてもらっているって感じですね。その SV リーグに関しましては、自分自身もこうイタリアでこうプレーする中で、本当にいろいろな国籍 の外国人とこうプレーをして話したりする機会が多いんですけど、やっぱりこうすごく日本のリーグを経験したいという海外の選手がすごく多くて、今回のモンツァの選手でも、やっぱりガラッシ選手であったりとか、スティーブ、カナダの選手であったりとか、やっぱり日本でプレーをしたいっていう選手がすごくイタリアリーグの中でも多いので、それだけこう日本ってこうすごく魅力があるというか、日本という素晴らしさっていうのがまたあるのかなっていうのがあるので、やっぱりこの SV リーグってところで、やっぱり自分自身ももちろんこの日本人選手としてやっぱり SV リーグをこう挑戦する、盛り上げていくってところにこう貢献していく中では、やっぱりその海外の選手がこうまたさらにレベルが上がった中で日本で経験する、イタリアセリエ A よりもレベルの高いリーグってところでこう経験できるっていうのは、この海外の選手にとってもすごくいいことなのかなと思うので、本当に今の SV リーグってところは、これからすごく海外の選手にとっても日本人の選手にとってもすごくレベルが上がっていく、リーグになっていくんじゃないかなとは自分自身も期待します。そうですね、自分自身の中でそこが一番重要かと言われるとそうではないんですけど、まずは自分自身が、いかにこう新しい経験成長できるかで、サントリーで日本一を世界一目指してやっていくというところが一番なので、でもそれをやっていく中でやはりこう SV リーグ、新リーグが1年目というところで、自分自身はバレーボールを盛り上げたいという気持ちもすごくありますし、SV リーグってところをこう世界配信であったり、こう世界のいろんな方々に、日本国内もそうですけど、こう知ってもらえるってところは、そのバレーボール、自分自身がバレーボールをやる中で、貢献していけることなのかなとは思っているので、自分自身がその顔になるっていうところ の意識ってところは、そこまで僕自分自身はこう強くないんですけど、でも自分自身が、そこに少しでも貢献できるようにこうバレーボールをしていけたらいいのかなとは思っています。そうですね、もちろん、イタリア今セリアってところではやっぱりこう世界のトップ選手が集まるリーグと言われているので、それを自分自身も常に練習の中、試合の中でこう経験してきたってところがあって、もちろん世界の高さであったり、世界の選手がこうバレーボールに対する意識ってところをすごいこう、実感してきたというか経験をしてきたので、やはりこう海外の選手がバレーボールに対するこう気持ちであったり意識ってところでは、やはりもうバレーボールってところがもう人生の一つというか、それでもうご飯を食べていくってところがもうその海外 もうそのバレーボールの世界なので、やっぱそれを見てきた中でやっぱり自分自身もさらに努力というか、その海外の選手に勝っていくために努力ってところが必要だなっていうところもすごい感じましたし、バレーの中でもやっぱりこう練習の中でもやっぱりチームをこう引っ張っていくというか、チーム自体を勝たせるための掛け声であったり、こうリーダーシップというところもすごい海外の選手を見ててすごく学べる部分が多かったので、それはこう自分自身がそこを経験してきたからこそ、このサントリーのチームでもそこはこう貢献していけるというか、本当にもう年齢関係なく、コートに立つ人間がやっぱりこうしっかりとチームを引っ張っていくことはすごく重要なのかなと思うので、やっぱり本当に世界一日本一勝つためにはやっぱりそれが非常に重要なことになってくると思うので、イタリアで経験してきた、こと意識ってところをしっかりとチームでも貢献したいなと思ってます。そうですね、もちろんもう一人で海外に行って、言葉も分からないままこう生活をするので、まずはもちろん言語の壁もありましたし、あとはもう文化の違いってところで、やっぱり日本ではこれが常識だったことが、海外ではそれが常識じゃなかったりとか、逆にそれがダメな行為であったりとか、いろいろこうやってそう常識ってないんだなっていうところをこう海外行って感じたりもしたので、非常にこう文化に溶け込んでいく、こう慣れていくってところも非常に難しかったですし、やっぱり一番こう言語がわからないってところで、やっぱ言語に対するこう勉強であったり、その積極的に海外の選手とこうコミュニケーションを取っていく、最初はすごく気を使ったり、自分自身もこう気を使う場面はすごくありましたけど、その中でもこう積極的に取っていくってところは最初は非常にこう難しかったところなのかなと思いますね。もちろんチームにもよるんですけど、はい、今年 のモンツァっていうチームでは、去年のモンツァのチームでは、カナダ人が3人いたりとか、スロベニア人、クロアチア人って、イタリアの選手が少なかったので、基本的に英語で会話をしてたんですけど、2年前のパドバとかはイタリア人がすごく多かったので、イタリア語で会話することが多かったり、自分自身は基本英語で会話をさせてもらったって形になりますね。
そうですね、もちろん自分自身も今イタリアセリアをこう経験してきた中で、もちろんバレーボール選手としてトップ選手を目指していくっていうところはもう自分の中でも当たり前のことだと思っているので、それに対してどの環境でやることが自分自身がそれに向けてこう目標に達成できるのかってところを考えながらやっていくのはもちろんなんですけど、先ほども言ったようにこう日本でプレーするってことにより、このサントリーさん会社っていうところの力も借りて、いろんなこう取り組みができたりとか、もちろんこう海外に進出していったり、もちろん先ほども言ったようにこう CM であったりとか、やっぱりそうやってこういろんな形で、サントリーさんと一緒に、また新しいことに挑戦していけるってところも、やっぱりこう自分自身はこう子どもたちであったりバレーボールを見てない方、見てる方々にこうバレーボールをやりたい、バレーボール面白いって思ってもらえるっていうのが、やっぱり自分はこうバレーボールが夢のあるスポーツってところにつながっていくのかなと思っているので、先ほどもオファーの金額の話もありましたけど、やっぱりこう想像をこう膨らませるというか、やっぱりそれだけのこう金額が契約として出されたんだなというところであったりとか、自分自身がもちろんこう例えばですけど、やっぱり身につけているものであったり、やっぱそうやってこうバレーボールをしていることでこういうことができるんだとか、やっぱり子どもたちの目ってすごい純粋だと思うので、やっぱその子どもたちがこうバレーボールをやるとすごい夢あるなって思えるスポーツに自分自身はこうしていきたいと思っているので、それがこうやっぱりこう日本でやること の, 意味でもありますし、サントリーさんとこう一緒にやっていけるってところにもつながっていくのかなと思いますね。そうですね、もちろんこうそのファイナル中ってところですけど、もちろんセミファイナル、クォーターファイナルってところで、非常にこう厳しい戦いが続いてましたけど、でもこうやっぱりこうクォーターファイナル、セミファイナルを勝っていく中で、やっぱりすごい自分自身の中でまたこう準決勝を勝っていくイメージっていうのを、さらに持てたのかなっていうところはすごいありますし、もちろんファイナルやってる時は日本人2人目としてファイナル進出ってところで非常に嬉しく思いましたけど、でもそこの中でやっぱり勝っていくってところにこう集中してたので、やっぱりこう負けたところってところではその最後悔しさはありましたけど、でもそのファイナルってところをまずは経験できた、そこで戦えたってところは非常にこの後のキャリアにもこうつながっていくのかなっていうところで、今こうイタリアのリーグ、シーズンが終わってこう感じるところであっては、やっぱりこの今年パリオリンピックがあるってところで、まだネーションズリーグもありますけど、やっぱりこう自分自身がこう決勝の舞台をこう経験したってところでは、やっぱりこうチームが勝っていくためにであったり、自分自身がやっぱりバレーボールの中でも大事な場面ってところをこう託される場面が出てくると思うので、やっぱりそういうところでこう得点を取っていける力というか、やっぱりそこを経験してきたからこそのこうある自信ってところが、やっぱりその代表チームの中でもそうですけど、サントリーのチームの中でもこうそれはこう貢献していけることなのかなと思うので、非常にこう決勝に行けたってところでは、自分自身のバレーボール選手としての成長もそうですし、非常にこう自信につながった次の大会の結果にもしっかりとこうつなげられる、貢献できるいい経験ができたのかなと思いますね。そうですね、先ほども言ったように、自分自身もやっぱり世界のトッププレーヤーになっていく、世界一のプレーヤーになっていくというところを目標ですし、チームとしても世界一、日本一を目指していくというところは、自分自身がこう自分自身の目標、もちろん夢のあるスポーツにしていくというところもそうですけど、そういった目標にこう、挑戦していける、目標に対してこう挑戦していける、いいチームなのかなというか、そのようにこうサントリーが去年そうやって結果を出したので、やっぱそれは非常に自分自身もやっぱりこう世界一を目指せるチームとして、非常にこう、いい世界にもこう注目された試合だったと思うので、それは非常に自分自身もこう世界トッププレーになっていくという中でも、すごくいい環境というか、それを目指せるチームなのかなと思いましたね。そうですね、もちろんこうサントリー今もう世界トップの選手のムセルスキー選手であったり、日本代表では小野寺選手であったり、本当にレベルの高い選手が揃っているところで、自分自身がプレーをするってところでは、本当にまたこう新しい経験というか、特に今イタリアシーズンが終わってから日本代表の方で練習させていただいてますけど、やっぱりこう日本のディフェンス力ってところを改めてこう感じたというか、やっぱり海外で練習している時と日本で練習している時のやっぱりボールのつながりの違いっていうのはすごく自分自身もこう実感をしたので、やはり自分自身もこうもちろんレシーブ力ってところを強みに持っているってところはそうなんですけど、さらにそれを磨くことができるのかなっていうところと、やっぱりそのもちろんムセルスキー選手であったり、もう一人外国人枠がありますけど、そういった外国人の選手、もちろん日本の選手ってところで混ざりながらやっていくところで、また非常にクオリティの高いバレーボールってところを習得できるのかなというか、成長できるのかなっていうところが、自分の中では
サントリーさんで、また成長できる部分なのかなっていうのはありますし、またこう新しい環境になるので、自分自身もこう日本でプレーするってところが初めてなので、正直わからない部分の方が、今こう想像ができない部分の方が多いんですけど、まあ、でもこういろんなことにこう挑戦して、どんなことを得られるのかっていうところが、まあ、今はこうすごい楽しみっていう感じで、今はこう気持ちの方がありますね。まあ、サントリー大阪にあるんですけど、まあ、地元が京都ってところで、まあ、家族と近かったり、まあ、兄のルイがいたりってところで、もちろん家族と過ごす時間も増えるのかなと思うんですけど、まあ、プライベートってなると、まあ、もちろん日本でプライベートってなかなか難しくはなるのかなっていうところはあるので、まあ、でもこう家族が近くにいて、まあ、そう家族と会える、まあ、距離にあるってところでは、まあ、非常にいい環境ではあるのかなと思いますね。そうですね、まあ、もちろん自分自身が高校の同期もいますし、大学の同期ももちろんいる中で、まあ、またそういった、まあ、同期とこう、まあ、チームメイトであったり戦えるってところでは、まあ、非常に自分自身も楽しみにはしてますし、まあまあ、その中でも自分自身がやっぱりこう経験してきた、成長してきた姿ってところをこう同期に見せるところも、またこう一緒にこうなんですか、お互いを高め合えるというか、またそれもいい環境なのかなって非常に思いますし、まあ、自分自身がまた久しぶりに会うというか、やっぱり高校の同期の中島健人が、VC 長野ですかね、いると思うんですけど、まあ、中島健人も、よくイタリアでも連絡は取ってましたし、まあ、健人と会えるってところは、まあ、非常に楽しみにはしてますね。そうですね、オファーの部分で言わせていただくと、オファーはもちろんサントリーさん以外にも、オファーはいただいてました。で、まあ、もちろん、サントリーに兄のルイがいるってところで、まあ、ポジションも同じですし、まあ、自分自身がこうサントリーを決めた時にもやっぱりもちろんルイにも相談をしていましたし、ルイからもサントリーのもちろんいい、いい悪い、まあ、どちらもこうしっかりと、まあ、正直にルイは教えてくれていたので、まあ、チームの環境がどうなのか、チームメイト、スタッフ、全てこうルイとこうコミュニケーションを取ってやったので、まあ、そうですね、まあ、ルイもでも非常にやっぱりこう一緒にランとやれる、久しぶりにやれるっていうのは非常に嬉しいってところと、正直に気持ちを教えてくれていたので、もちろんこうポジションは同じポジションになりますけど、まあ、でもそれはもうやっぱりこうバレーボールの世界というか、もうスポーツならではの世界だと思っているので、まあ、それはもうお互いがこうしっかりと分かった上での、ことだと思っているので、まあ、でもそれでもこう同じポジションとしてお互いをこう高め合いながら、刺激を受け合いながらこうやれたらいいのかなと思いますね。そうですね、もちろん野球、今サッカーってところがこうメジャーなスポーツってところである中で、もちろんやはりバレーボールもそこに並ぶであったり、そこをこう越していく、世界的に見ればすごいバレーボールってすごい人気が高いスポーツなので、それはこうヨーロッパに渡ってもすごい感じた部分ではありますし、まあ、でもそれがこう日本の中ではまだまだこう日本男子バレー、まあまあ、一昔前で言うとやっぱり女子バレーっていうところがすごくイメージとしてはあったのかなっていうところがあって、まあ、でも今こう日本代表ってところが男子バレーも女子バレーもこう強くなってきているって中で、やっぱり去年のオリンピック予選であったり、こう切符を自力で獲得するってところでこう結果が出てきている中で、やっぱり本当にバレーボールってところの面白さってところが徐々にこう日本の国民であったり世界的にこう伝わってきてはいるのかなっていうところは感じるので、まあ、そこに対して自分自身がこう SV リーグにこう挑戦していくこともそうですし、まあ、いろんなことにこう挑戦していくことが、まあ、さらにバレーボールを知ってもらえることにつながったり、バレーボールがこう夢のあるスポーツにこう野球であったりサッカーにこう近づいていけるところにもつながっていくと思うので、まあ、そこに対しても自分自身がこう世界トッププレーヤーを目指していくって中の、中でもやっていきたいことかなと思いますね。